どうもこんにちは、福山しげるです。今回の YouTube のテーマは著作権の基礎です。著作権は著作物を保護する権利です。その著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するものを言います。その著作物を作成した人を著作者と言います。著作権は著作者に与えられます。与えられるタイミングですが、創作された時からです。届け出は不要です。特許や商標などの他の知的財産は届け出が必要なので、混同しないでください。著作権の意義ですが、著作者の利益を守るということです。著作者に著作物の使用料が支払われます。著作者はその使用料で生活や創作活動が続けることができます。文化の継続や発展につながります。芸術で著作権侵害があれば、安価のコピーを楽しむ人が増え、著作者の利益が減り、活動の継続が困難となり、芸術では生きていけないと芸術する人が減り、文化が廃れることにつながります。著作権には大きく2つの種類があります。著作者人格権と著作権財産権です。著作者人格権は著作者の人格を保護する権利です。著作権財産権は著作物からの財産的な利益を守る権利です。著作者人格権には大きく3つあります。公表権は公表するかどうか、公表する場合の方法をどうするか著作者が決めれる権利です。氏名表示権は著作物に名前を表示するかどうか、本名かペンネームにするかを決めれる権利です。同一性保持権はタイトルや内容を他の人に変えられないという権利です。著作権財産権は大きく12種類あります。この内容の行動に対して著作者への権利が発生していると捉えていただけたらと思います。複製権は他に複製する際のこと。上演権、演奏権は音楽の演奏を多くの人に聞かせる際のこと。上映権はフィルムや DVD にある映画、写真などを上映すること。公衆送信権はテレビやラジオで著作物の送信をすること。公の伝達権はテレビやラジオ、ネットで著作物の伝達をすること。口述権は小説や詩などの言語の著作物を朗読すること。展示権は美術や写真の展示をすること。頒布権は劇場用映画の上映で著作物の販売や貸し出しをすること。譲渡権は映画以外の著作物の複製を販売すること。貸与権は映画以外の著作物の複製を貸し出しすること。翻訳権、翻案権は翻訳、編曲、映画化など二次的著作物を作成すること。二次的著作物の使用権は二次的著作物の使用に対して原作者が持つ権利です。今回は著作権の基礎について説明しました。知的財産のカテゴリーでは著作権についてシリーズで行っていきます。今回の動画は以上です。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。それではまた。